宗谷岬国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成宗谷岬と宗谷球両衛星写真宗谷岬は北海道稚内市にある岬地名この項目では公演の宗谷岬公演楽曲の宗谷岬についても記載している日本の本土における 最北端の地であり、詩人が通常訪れることのできる最北端の地になっている。なお、日本国政府の実行支配が及ぶ範囲における最北端の地は、宗谷岬の沖合西北西約1キロメートルに位置している無人島の弁天島であり、領有権を主張する範囲における最北端の地は、エトロフ島にあるカモイワッカ岬である。宗谷岬から事実上、 ロシア連邦のカラフト最南端の西の鳥を岬までは約4 3トルの距離がある。晴れた日にはカラフトの姿を見ることができる。周辺を宗谷岬公園として整備しており、日本最北端の地域はじめとする記念碑、記念碑、慰霊碑などが点在している。広輩地には宗谷丘陵が広がっており、周辺が地形を形成している。宗谷岬は、 フットパス、宗谷丘陵コースの起点になっているほか、観光地としてトリップアドバイザーによる2015エクセレンス現象を受賞している。同じ北緯45度にある都市として、イタリアのミラノ、カナダのモントリオール、フランスのリヨンが挙げられる。なお、東京は北緯35度、日本最南端は沖ノ鳥島の北緯20度である。宗谷岬はアイヌ語で、 のてとと呼ばれており、のは、あご、みさき、てとは花、みさきの意味がある。宗谷の語源は、アイヌ語の、宗谷である。由来は、諸説あり、現在の三内地区の海中にあった、宗谷岩という大岩から付けられた地名が、三内にあった海舎を移した際に名前も一緒に、移したとされている。このほか、うやみ沖の弁天島を、アイヌ語で、 ソヤスマと呼んでいたため灯されている。ソ谷ヤのアメダスは1978年10月から観測を開始した。真夏日を観測したのは過去に5日しかない。最高気温の極地は摂氏31.9度。最低気温の極地は低、摂氏17.1度。平年値で年間平均の比較差は摂氏5.4度と小さく年間で、 冬日138.4日、真冬日76.7日、夏日9.1日、猛暑日や熱帯夜を観測したことはない。降水量は8月から11月にかけて多く、1月から4月にかけては少ない。10月から12月にかけては雨の降る日が多く、日照時間が11月から1月にかけて少ない。年間を通して風が強く平年値で、 風速秒速10メートル以上を観測した日は232.6日に達する。最大風速の極地は秒速32.2メートル。最大瞬間風速の極地は秒速42.5メートル。宗谷岬公園は北海道稚内市宗谷岬にある公園。通称は宗谷岬平和公園。宗谷岬は1972年に シングル発売された楽曲。オリジナルの歌手は黒木マリであり、ディスクジャケットは黒木の顔写真と発売当時の日本最北端の地の日周辺の風景写真であった。B 面は悲しみの川。1976年に日本放送協会のみんなの歌でダカーポによるカバーが放送された。ダカーポによるカバー版もシングル発売されており、同年に 北海道優先から優秀賞を受賞している。なお、1982年にはだ、カーポの坂木原正都氏によるリメイクがみんなの歌で放送されている。三崎には、宗谷岬音楽費が混流されているが、1983年に同章を訪れた本田勝一は、当時の三崎周辺に流されていた、宗谷岬の放送設備について、辞書で、 土産物屋の拡声器が浜辺の人々にがなり立てる。歌詞がまた決まり文句と手垢だらけの単語をこねて団子にしたような作品であり、歌詞を刻んだ石碑も立てられ、自然破壊の役割を果たしている。騒音に対するこの鈍感さ、自然に対するこのひどい冒徳、心ある人は二度とこんな岬に来ないだろう。と述べている。稚内思想や岬とその周辺には、 日本最北端となる各施設がある。宗谷バスが路線バスと定期観光バスの運行を行っている。道路は国道238号が通過する。宗谷岬公園に関するカテゴリー、宗谷岬に関するカテゴリー。ありがとうございます。